田植え前の田んぼを使って泥遊びを楽しむイベントが伊万里市の小学校で開かれました。田植え前の田んぼで泥遊びを楽しむ泥リンピックを開いたのは伊万里市発達小学校の5年生15人です。発達小学校では農業への関心を高めてもらおうと毎年全校児童が稲作を体験しています。昨日は5年生の総合学習の一環で田んぼに触れたり田んぼの土を混ぜる目的も兼ねて行われました。泥リンピックは一輪車競争やフラッグレース、鬼ごっこなど6種目が行われ、子どもたちは泥だらけになりながら普段体験できない遊びを満喫しました。楽しかったです。全校田植えのためにうまく混ぜれたのでよかったです。ガタ一輪車が楽しかったです。最後まで行けました。もう美味しくてもうたくさん食べれるようなお米がいいです。発達小学校では泥遊びを楽しんだ田んぼを使って今月14日全校児童で田植えをするということです。